はい、こんにちは、ジャンゴです。今回は、遊戯王マスターデュエルの動画撮ろうと思います。ということで、まあイベントでね、レガシーパックがね50パックほど溜まったので、まあこれをねちょっとサクサク開けていこうかなと思います。という感じでね、まあ、1パックにね2枚ずつしか入ってないので、本当にねちょっとサクサク、見ていきたいかなと思います。ということで行きましょう。いけ。さあ、まずは最初の10パック。すげえ、何一つ光らないパターンとかあるのマジかよ。これ、まあ、UR ない可能性はあるけど、SR ぐらいあるでしょ？ないのかな？お、グリフォンの羽ぼうき。そして、クリバー。クリボーの亜種っぽいけど、知らないな。クリボーとしても扱うと。はい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 。まあ、デッキから、クリバー以外の、攻撃力300、守備力200のモンスター特殊召喚できると、クリビー、クリブ、クリベ、クリボーを、1体ずつリリースして自分の手札を、何それ、クリバビロンなんて知らないんだけど、へえ、こんなのいるんだ。クリボーデッキ的なのがあるのか。さあ、お、あ、よかったよかった。 SR すらないのかと思ってちょっと気になって、ちょっと心配したけど、じゃあ縁の翼魔力の泉か、なるほどねと。これはなんか、見たことある気もするけど、よく覚えてないね。まあいいや、とりあえず、後で見ておきましょう。さあ、3パック目。今日ね、50パック開ける気だからね、もうちょっとサクサクいこう。まあただちょっと、チラ見はするけどね。はい、4パック目。金色になったね。さあ、どうだ、変わるのか変わらない迎撃準備と、シールドクラッシュですね。はい、さあ、お、極限の魔術師と、モンスターテイマー星5で1800はい、おー、バニラバニラも強烈だね。ガーゴイルパワード。そして、転がし。なるほど。いやー、レガシーパックね。なかなか強烈なハズレもね、入ってるよねっていう。さあ、カットインが入った。カットインが入ったが、あまりね、あのカットイン当てにならないからね。スイッチ背景も変わった。これは、あー、でもレアレアか。闇の幻影と、3000ニードル。これも、あ、これ見たことあるな。結構古いカードだよね、きっと。守備表示のこのカードを攻撃、タイトモンスターの攻撃力が、このカードの守備力より低い場合、ダメージステップ後に破壊するよと。まあ、星8だからね。さあ、次。はい、人電着、DD デストロイヤー、除外されたら、1枚破壊だよと。なるほど。さあ、ラスト、ペシペシと。お、あー、これはダークネクロイヤー。あー、しかもなんかめちゃめちゃキラキラしてるやつ。これはね、なんだっけ、通常召喚できなくて悪魔3体除外して出すよと。はい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 。エンドフェーズに、モンスターゾーンのこのカードが相手によって破壊され、墓地へ行ったターンのエンドフェーズに、相手フィールドの表モンスター1体、墓地のこのカードを装備させて、このカードの効果でこのカードが装備されている場合、相手モンスターのコントロールを得ると。はいはいはい、なるほど。いたね、こんなの。そして、白兵戦型お手伝いロボ。このカードは、戦闘で相手を破壊したときに、自分はデッキからカードを1枚ドロー。その後手札を1枚選んでデッキの一番下に戻す。なるほど。まあ、手札入れ替えカードって感じか。はい。というわけで、最初の10連はね、UR なし。SR2 枚という感じですね。まあ、でも SR がね、知ってるカードだったのと、なんか、めっちゃキラキラしてたので、そんなに外れって感じでもないかなと。コレクション的な意味ではね。お、今度は4つ、初めから光ってますね。まあ、光っててもね、あんまり、レアレアだったりする時もあるので、そこはね、ちょっと当てにならないですが、
ディスクライダー、派手派手、派手派手って言ったな、羽羽の強化版みたいなやつだよね。ただ、星5なので、というね。そんなやつですね。さあ、次は、光っているけど、ノーマル、ノーマル、そういうパターンもあるか。はい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 。さあ、次。ほいほいと。デュアルサモナー、パワーブレイカー。うん。まあ、ちょっと全部ね、効果見てると、あれなので、まあ、読まない時もあるよと。まあ、気まぐれですね、でも。レアレアだけど、お、オレイカルコスシュノロス。オレイカルコスって、なんだっけ。アニメのね、俺が見てなかったあたりなんだよな、この辺な。で、もう一体はストームサムナーと。まあ、後で効果見ときましょう。次。ベーシックインセクト。で、ギブアンドテイクと。なるほどね。まあ、バニラのモンスターね、懐かしいけどね。懐かしいだけなんだよな、っていう。さあ、何が来る？おっしゃスフィンクスアンドロジネス。いやね、前も言ったけど、光のピラミッドのデッキね、昔、実際の紙でね、遊んでた時使ってたので、この辺ね、実際作ってみたいなということ、ゲームの中でもね、作ってみたいなと思ってるところなので、これはね、非常に嬉しい。めちゃめちゃ当たり、俺の中では。別に強いとは、そこまで強くもないんだけどね。はい、次。ジェムナイト、ルマリン。そして、漆黒のズムウォルト。なるほど。まあちょっと知らないモンスターだったので、後で見ておきましょうという感じかな。はい、はいと。トドロキの大海蛇。知らぬいの宮塚さ。さあ、9発目。ほい、ほいと。ステルスバードっていたね。そして、生物を継ぐもの。なるほど。さあ、10発目。ペシペシと、鬼ゴブリン。そして、乙姫。スピリットってこれあれだよね。で、手札に戻っちゃうやつかな？ああ、そうだよね。まあ、いろんな効果はあるものの手札に戻っちゃうよってやつですね。はい、2回目の10パックは SR3 枚でしたが、スフィンクス・アンドロジュネスが嬉しいので、結果的にはね、当たりかなという感じですね。さあ、30パック目。行きましょう。1枚しか光ってない。さあ、どうだ？はい、背景変わる。ほい、ほいと。はい、エンタメイト。ローの祈り。あー、儀式魔法か。さあ、2バック目。ペシペシ。エネルギー吸収版。ブラックフェザー、漆黒のエルフェン。ブラックフェザーはね、クローのカードなのは知ってるけど、まあ、効果はね、後で見ておきましょう。さあ、次。ファイナルギアス。ホーリージャベリン。あ、ホーリージャベリンって見たことあるぞ、これ。いや、なんか結構ね、古いカードで懐かしいのが出てくると嬉しくなるね。V体ガージェット。あ、これ、あれだ。VWZ でくっつくやつだ。で、ゴーゴンエッグ。これは、まあなんだ、バニラの謎カードですね。さあ、次。はい。ペンデュラムターン。ペンデュラムはよくわからん。トライクラー。これは、なんだろう。海賊の、なんかのカードね。さあ、次。必殺黒サソリコンビネーション。ああ、ドンザルークとかいたな、こんなのも。そして、サンドモスですね。このカードは、裏守備表示で、セットしたやつが破壊されて墓地へ送られたら、攻守入れ替えて特殊召喚だよっていうやつか。はい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 。さあ、7パック目。さあ、どうだ？バックファイヤー。あったな、こんなのも。炎が壊れたら500ってやつね。で、魂の綱。効果で破壊され墓地へ送られた時に1000ライフ払ってデッキから、レベル4モンスターを特殊召喚するよと。なるほど。さあ、光っているがどうでしょう。ん？
なん光っててもノーマルノーマル、バイスバーサーカーと、コロガーシ、コロガーシ、そうか。まあね、ああいうガチバニラはね、ただのコレクションなので、なんかあんまり連続で同じの来るとがっかりするけどね。デザートツイスター、スターフィッシュ。さあラスト、あれもしかして今回の10パックは SR なしか。なしだな。カオスウィザードと、メタルフィッシュ星5で1600、強烈だな。こっちもね、ホーリーエルフとクロマ族のクロマ族のカーテン。はい、まあ今回の10パックでは SR すらなしでしたね。ちょっとこれは大外れかな。次、おし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 、虹色がある。これは嬉しいね。やっと UR 出たか、多分。はい、ディノンの鋼鉄騎兵、デビリアンソング。これはなんだっけ。このカードがフィールド上に存在する限り、相手フィールドの全てのモンスターのレベルは1つ下がる。これなんか昔からあったような気もするし、気のせいかもしれないぐらいの、なんか微妙な記憶のカードだな。さあ2択目。はい、ガスタ・コドル、ステルスバード。ステルスバードはね、意外と好きなカードだよなんか相手にね、効果ダメージバンバン与えていく感じの、デッキとかにもね、使ってる人いたよね、昔みたいな。守備封じと、お、クロマ同士クラン。あ、懐かしいな、こいつも。なんか、結構ね、俺がやってた頃のパックに入ってた気がする。はい、次、マルチピースゴーレム。そして、風の番人ジン。風の番人ジン。さあ、5パック目。一番光ってますね。何が来るか。あー、でも、エンタメイト、五行の魔術師、ペンデュラム。ペンデュラムはちょっと後で見とく感じにしましょう。そして、ジャベリンビードル。ジャベリンビードルの契約により、降臨と2450ということでね。まあ、2500のやつには勝てないけど、2400には勝てると。まあまあまあ、なかなか。おっと？いや、でも虹だから光るよね。どっちが光るか当てよう。こっち。ああ、でも SR、こっち？おお、2分の1外したけど、なんか SRUR で、これ、何気にかなり当たりな気がするな。ナンバーズ59、バックザコック、廃藩の料理人。ほう、エクシーズだね。レベル4、2体で、自分フィールドのこのカードが、自分フィールドのカードがこのカードのみの場合、このカードは他のカードの効果を受けないよと。一旦日をこのカードの素材取り除いて、自分、このカード以外の自分フィールドのカードを全て壊す。その後、このカードの攻撃力は、ターン終了時までこの効果で破壊された墓地へ送られたモンスター ×300 アップするよと。この効果は相手ターンでも発動できる。へぇー。まあね、今ちょっとエクシーズのイベントやってるからね、もしかしたら使えるかなと思って読んでみたけど、微妙かな。で、UR ですが、生物の導き先ということで、これもな、なんか、あれだよね、生物シリーズのデッキじゃないと使えないカードだよね、きっと。ちょっとね、違うんだよな。もうちょっとなんかいろんな使い道がありそうな UR を、出てくれたら嬉しいかなと思ったんですが、残念でしたね。スターブライトドラゴン。そして、稲葉の白ウサギ。あ、これもスピリットモンスターだね。あー。はい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 。次、まあね、今回の50パック分けの、初の UR だったのが、ちょっとね、なかなか使い道難しそうなやつだったのは、微妙かなと思いますが、お、黒曜岩流、これは？はいはいはい、あんまりなんか知らない、なんかレッドアイズっぽいのかなと思ったけど、あんまり関係なかった。で、ブラックフェザー追い風のアリゼ、ブラックフェザー系ですね。星5なのか。まあ、後でちょっと見ときますか。さあ、9パック目。ほい、ほいと。はい、アースグラビティ、ウィード、チューナーか。さあ、ラスト。
アイロストネクストとハープのせい、ハープのせいね。はい、まあどうなんだろう。まあ UR1 枚 SR2 枚出たのでそこそこかなという感じかな。なんか懐かしいと思ったのは黒魔導士クランかな。これ白魔導士もいたよね。なんて名前だっけ、ちょっと忘れちゃいましたが、まあラスト10パックいきましょう。さあ来い。1枚しか光ってない、1パックしか光ってないが、ここからね変わっていく可能性もあるからね。さあどうでしょう。ほい、エンタメイトビッグ、バイトタートル、そしてクリボルト。クリボルトね、前も引いた気がするけど、あれ前引かなかったかな。まあクリボルトの足がね思ったより、おいいね、 UR 来ましたね。さあ何が来る。おっと、まず、レアがサイキックビースト、そして、UR の方は、ナンバーズ42スターシップギャラクシートマホーク、レベル7、2体で攻撃力0、守備力3000、1対1とこのカードの素材を2つ取り除いて発動できる。自分フィールド上に、バトルイーグルトークン、攻撃力2000、守備力0を可能な限り特殊召喚する。この効果で特殊召喚したトークンはこのターンのエンドフェーズに破壊される。この効果の発動後ターン終了時まで相手が受ける戦闘ダメージは、0になる。なんだこれは、UR だけどあんまり使い勝手が良さそうな効果には思えないんだが、どうなんだろう。さあ、次。はい。ナチュラルトライアンフ、中南化。そして、メガリスファレグ。これはあれかな？ソロのやつでメガリスっていうシリーズがあったので、あんまり分かってないけど、まあ、それの関連カードかなという感じですね。さあ、次。ヘイ、ヘイト。デジタルバグ、国運電車。これもね、なんかデジタルバグシリーズっぽいのがね、お、サイバーレーザードラゴンは懐かしいね。サイバーバリアドラゴンとかね、なんかいたよね。フォトンジェネレーターユニットの効果で特殊召喚できますよ、ということで、まあ2400、1ターン2度このカードの攻撃力以上の攻撃力、守備力を持つカードを破壊できますよ、というやつですね。サイバードラゴンもね、結構、いろいろいるからね。はい、次、福引き。福引き？このカードは、お互いのプレイヤーはデッキをシャッフルし、デッキの一番上のカードをめくって、そのカードの攻撃力を確認する。攻撃力8.7のモンスター、また魔法トラップカードの場合は0として扱う。攻撃力が高い方のカードをそのプレイヤーの手札に加え、攻撃力が低い方のカードを墓地へ送る。攻撃力が同じだった場合、それらのカードをデッキの一番下に戻す。はぁ、なるほどね。時空超越。ちょっと待って。ついついね、なんか、気になったカード読んで、流れで読んじゃうけど、さすがに時間がかかるので、もうちょっとサクサクいきましょうということで。はい、次いきましょう。氷帝家臣エッシャー。あ、何これ？なんか氷帝、メビウスのシリーズかな？相手の魔法トラップカードに、2枚存在する場合、このカードは手札から特殊召喚できるよと。ああ、なるほど。こいつを、特殊召喚して、氷帝メビウスアドバンス召喚するよという感じですね。はいはい。これぐらいテキスト短ければね、別に読んでもいいやって気持ちになるんだけどね。で、もう一体はウォールクリエイター。このカードは、後で読んどきましょう。次。はい、背景は金色になりましたが、どうでしょう、変わらない。びっくり箱。そして、ダンシングエルフ。ダンシングエルフ。あー、こんなのもいた気がする。結構古めのモブだね。古めのモブキャラというか。お、カットに入る。さあ、どうだどうだ。背景も変わった。ここは何か、ないの？伝説のフレームロード。あ、これ懐かしいな。なんかいたね、こんなの。儀式モンスターだね。そして、オオキシャミのカバザウルス。オオキシャミのカバザウルス、なんか知らんけど、めちゃめちゃ、持ってた気がするな。なんかね、いっぱいいた気がする、昔。さあ、次。ペシペシ。選ばれし者、そして、儀式魔人ディザース。儀式召喚を行う場合に、必要なモンスターに、必要なレベル分のモンスター1体として、墓地のこのカードをゲームから除外できる。へえ、まあでも1でしょっていうね。はい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 。あ、でもトラップの効果受けないと書いてあったね。ここはなんか良さそうか。
さあラスト、はい、アモルフォアジルフス、そして、シャインスピリッツ、あ、シャインスピリッツ、これなんか見たことある気がするな。戦闘で墓地を送られた時に、フィールド上の光の表表示モンスターおよびフィールドにセットされたモンスターを全て破壊するよと。はーん、はい、というわけで、今回の10パックでは UR が1枚いましたが、使いどころが、よくわからん UR でしたね。はい、という感じで、レガシーパックね、50パック開けてみました。どうだろうね、なんか最初の1パック目でキラキラした、なんだっけ、ネクロなんちゃらと、そしてね、2パック目でね、光のピラミッドの、スフィンクス・アンドロジュネスね、あの辺が、個人的には当たりだったかなと、思いました。ということで、まあ、今回はね、これで終わりにしようと思います。ありがとうございました。よいしょ。よいしょ。